カルテチャンネル、やっほー。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。いや、日傘映ってるあのね、暑いっすよ今日暑い。チャンネル登録よろしくね。京都駅の八丈口から西へまっすぐまっすぐまっすぐ歩いてきたところにある神社に来てます。八丈三部っていうところの信号を目指してきていただくとあるのが本日のお目当ての場所。いいね、チャンネル登録よろしくね。じゃん、六尊王神社って言います。ます、ここにはね、何があるんだろう出生から出生までの守護神なんだって。で、誕生水弁財天って書いてある。これね、どこかというと、ここにちょうど地図があったんで、あれー、乗ってねー。あ、書いてある書いてある。これ分かりにくい地図だな。今ね、こっちからよ、ここ京都駅、京都駅から八丈口をずーっとずーっと歩いてきた、ここに立ってます。これ線路の反対側、梅小路公園つって、あのここに鉄道博物館 SL とかが置いてますし、超短い距離だけ乗れます。あれ土日だけだったかな、乗れるの。あれ、こっちだと思われます。え、多分こっちが正門の入り口だと思われるんですけれども、違いますか。ヘイボスって言ったことあれ、そうかな、そうかもしれないなほらおや、橋があるよ。あ、本当だ、よかった。これもうすぐするとね、紫陽花がいっぱい咲くんですって、ここ。なるほど。はい、神域に入りました。お邪魔します。駐車場あんだ、うん、あ、ここになんか書いてある。961年、へー、だって、うん、お邪魔します。で、結構広いの、例のあの方がやはりいらっしゃった。ここだ、弁財天、うん、ちょっと後でお参りさせていただき、でで地面なくなったし、結構、あ、いてて、今日はなんかやたらに地面なくなる日だね。もいもいっぱいだね。しまった、砂利線作ってくるの忘れた。あ、ある気がする。実は見たらいだ。チャンネル登録よろしくね。今回も龍のよられよう。ちいさん、はい、
歩きチャンネル、やっほー。よだれの量にしたら多いけど。これなんだっけ、睡蓮だっけ。え、違うでしょ。違う。チャンネル登録よろしくね。子孫繁栄、関羽将軍将の守護神、源の阿蘇常的天照大神、八幡狼。だよ、うん、広、ちょっとしたお寺ぐらいあるな。あ、全然、はい、落とされた。あ、菊の御門だ。やっぱ天皇家とゆかりがあるんだよね。そりゃそうだわな。ヒヒーンがいる。シンバ楽しんでるかい。面白いね、ここの絵になるな。チーカメラマンテンション爆上がり。さてさて、お目当ての場所に参りましょうか。伝説の神竜池。へえ。かわいい神社だこと。がその池ですよ。よいしょ。竜神がお住まいになられてるらしいです。カメラマンがね、また動画撮ってるんで、インスタか TikTok にショートが上がると思います。リールもあると思うのでよろしく。はい、お邪魔します。なんか変わってる。一段降りんだ。楽しんでるかい。ほらね、もともとの高さがここなのかね。ね、あのね、お賽銭入れが上にしかなかった。あ、そうなんだ。だよ。
こういうやつね。チャンネル登録してくれないと泣いちゃうぞ。由来書がここにある。あー、竹生島の弁財天なんや。なるほど。へえ、なんかいろいろ面白い。面白いね。チャンネル登録もよろしくね。あ、あそこでみくじをかかってあそこで濡らしたら出てくるってやつかな。うん、ちょっとこれちーさん400ないです。おしや勉強ないです。頑張る。いいね、チャンネル登録よろしくね。どうぞ。撮るの？これ撮るんだよ。うん、一つ。お好きなのどうぞ。それでよろしいですか？私はこれで。このやつね。どれどれ。お主の運命を占って死んでよ。何も書いてないよ。夢は人間になること、ハルケです。ほら、水に浮かべたら出てくるそうです。ペロペロ舐めても出てくる。汚い。汚い言うな。お邪魔しますよ。あ、かわいい。ほら、逃げない鯉が浮いてる。私から、はい、はい。あ、すごい出てきた。一瞬だったね。聖吉、愛ごと他人に妨げられる恐れあり。マジか。出産やすし、病気、心が安くなれば治る。あ、そうそう。ありがとうね。お、大吉。鬼吉、大吉が。出た。すぐ消える大吉。これ何？かったな。剣。くくるところがないな。ちょっと詰めてもらっていいかな。おみくじが渋滞してね。袖触れ合うも多少の縁つってね。ね。画角何も見えなかったね今。ほら見て、なんか剣がある。なんて書いてあるんだろう。書いてある文字が見えないんだ。7っていう数字が見えるんだけど。いいねとチャンネル登録もよろしくね。一応ね、多分ここからシュッといったらって言われるから。よいしょ。お邪魔しました。こんな一段下がるところ初めてだった。そりゃあだって真っ白だもん。一番最後だよ。お邪魔します。あのさ、昨日も動画一個消したでしょ。ねえ、怒ってる？すいません。でもちゃんとあそこにあるお稲荷さんのところご挨拶行ったんだけど、最初ちゃんとあのちーさんの2人分お賽銭入れがない。あ、こっちだ。
笑うさ。言わないと分かんないかなと思って最近さ。お邪魔しました。こっちにもいろんなものがあるんだ。なんてか、コイ。あー、新流域。コイ魚イカ。コイ、イカじゃねえや。ツカだよ。何がイカだよ。天神の、なんて書いてある。文字が読めない。ここは何だ。あー、戦没者慰霊碑だ。あ、林田さんの時の。南区民、ここ南区なんでね、こういう尊い犠牲があってね、今の平和があるんですよ。ありがとうございます。地味しか映ってないな。ということで今日の動画は終わりっと。この動画が良くても良くなくってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。今日は常夏。ありがとね。六尊王神社出てちょっと北に。目をやっていただくと小山、見つけちゃいました、ね、ちいさんのあれ何という一言におやおやっていう恒例のちい発見しちゃった。お不動さんお参りさせていただきます。水かけ不動だ、本当だ。節水にご協力ください、うん、どうやって書けるの。そこに秘釈があるじゃん、うん、ちょっとお持ちになって。これ地元の方が管理してあるのかな、うん、これでね、水をね、うん、こうだ。手を合わせて信号を唱える。信号なんですか。ノーマクさんなんだ。ノーマクさん全然わかりません。うん。ノーマクさんをやるというのさ。っていうお不動産でした。以上おまけ動画でした。じゃあねー。